そう、あとここが、このビルがすごい、なんて言うんですか、人がいなくなってしまってるって聞きましたね。ちょっと見ていきましょうか。まずこれ外側がもうあれですよね。確かに私も去年ぐらいかここでなんかご飯食べた時、全然店が、店舗が閉まってて、なんやろうと思ったんですよね。ちょっとだけ見ていきましょうか、これ。開いてんのかな？一応開いてるか。エスカレーター止まってますね。これ昔星空広場とかそんな名前のとこでしたっけ。ほとんど店閉まってる感じです。ファミリーマートもやってない。ここはやってるか、この麺の店。でもこの状態やとあれですよね、お客さん来ないっすよね。寄ってこないというか、ここ来ても店やあんまりないわーってなると。アリババのスーパーが確かあったんですけど、それはやってんのかな。これ景気の悪さじゃなくて、このここの場所の問題やと思うんですけどね。ユニコーンはやってますね。ここも空き店舗。ここもなんかまつげの店やってますね。ユニクロは行けそうですが、まあユニクロの場合向こうの道から入れますからね。あ、アリババのスーパーはやってますね。ここはなんかトラマーは問題なさそうですね。なんででもこれなかなかひどい状態というか、上の店舗もなんかやってなさそうですもんね。こっちのパリスバケットのパン屋さんはやってますね。なんでこんな感じになってるんでしょうね。なんかこのビルの運営の問題やと思うんですよね。別にこれ上海の景気悪くて、これってこれ見たらみんなびっくりするんですけど、中国の経済大丈夫かって。それはですね、このマクドも、あ、マクドはやってるか、マクドやってるけど、こっちなんか店舗あったのもないし、エレメントフレッシュもやって、最近エレメントフレッシュといえばあんま見えへんですけど、チェーン店として成り立ってるんですかね。この空き店舗、車屋やったみたいですね。ダージョンのフォルクスワーゲンの。いや、これとカルフールまだ見てないですけど、見てなんかやばいとかって言われそうですけど、これ本当なんかここ特殊な問題があるんだと思います。なんか理由がわかんないですけど、まあアリババのママはやってます。上多分ほとんど空き店舗っていうか、あれかな、もう全部今から出て行かすのかな、そんな感じですね。ユニクロの2階部分がやってますね。もうこれエスカレーター動いてないですもんね。てか上全部これ空き店舗ですね。から一回回っていこうか。これはなかなか辛い状態ですね。
そこはあのホンチャウルーですね。あれどこ行かれへんか、行き止まりか。多分これなんか改装するかなんかやるんでしょうね、全部出ていかせて。ということはあのユニクロとかも時間の問題で出ないといけないんですかね、一旦。あっちから多分降りれると思うんですよね。まあ、降りれなかったらこの逆走してエスカレーター降りるしかないんですけど、子供の時よく遊んでやってましたけど、今やったら怒られそうなんでやめときます。ユニクロはやってますね。星空広場となんとか広場って、なんか広場が2つあったような気がするんですよね。いつも忘れてしまうんですけど、今の名前が星空広場でしたっけ、昔そうでしたっけ。なんか毎回それを忘れてしまうんですけど。で1階に戻ってきました。まあでもちょっとこういう感じのは、パン屋さんは全然普通にやってますね。全く問題ないです。こっちから出れるか。こっちが10号線のスイチエンドの駅ですね。こっちの道に面してる方はまだ良さそうですね。この道からお客さん来るから。でもあの2階でなんか店ポツンと営業してても人来ないでしょうね。2023年11月の末の日曜日なんですけども、これなんかカルフールがすごいことなってるって聞いたんでちょっと見に来ました。全然こっちに来てなかったですね。どういう状況か見てみたいと思います。でもこれ見るとですね、1階のテナントはなんか店はありそうなんですけどね。カルフールのスーパーがやってないのかな？あ、でもエスカレーターみたいな動いてますね。まずはちょっと1階から見ていきましょう。それもちゃんとテナントのお店はやってますね。昔は本当これにぎわってたところなんですけども、フランス資本が撤退して中国の数人電気の傘下になって、コロナで打撃を受けたのかな。まあその前からなんか売ってるもの、まあ今の時代はもうネットで買えるしって感じやったんですけどね。オープニングストーンってなってるけど、まあ、空いてるテナントが確かに多いですね。この辺もあんまり前来た時と変わってないですね。
あっちも全部オープニングスーンってなってますね。こっちもそうですね。あ、これ前ジムはなんか前からあったような気がしますね。これ24時間やってるあのアメリカのエニタイムフィットネスとか、あのライザップがやってるああいうジムみたいな感じですかね。24時間って書いてるわ。なんぼなんですかね。 VIP 会員2380元、1回だと何ぼでしょうね。ちょっと値段のあれが分かんないですけど、あのワガスも前からありますね。まあでもなんかこう空き店舗が多いからちょっとこれ上行くのに止まってますね。これ電源が、歩いていくしかないですね。ここ昔このカートに物いっぱい買ってですね、下まで降りたの覚えてますね。ほんとカルフールが外国の物を売ってるっていうんで良かったんですけど、あ、そうか、これがスーパーじゃなくて数人電気の電気屋になってるんですね。昔これスーパーでしたけどね。あ、そうかそうか、もうスーパー自体は閉じてるんですね。これさんとかあって、まあここでもグルメなんでいい場所なんですけどね。こっちもでもなんか人が流行ってるとは言えないですね。人が寄ってくる雰囲気じゃないですもんね。これここも空き店舗で、なんかこれ撮影してたら怒られそうですね。偵察してると思われて、まあ偵察してるんですけどまあただなんか変な意味はないです。単純に消費者として知りたいだけなんで。こっちあれか、カルフールのレジか。ということはスーパーをやめたってことですね。まあでも数人電気がここ借りてんのか、この場所周遊してんのかわかんないですけど、まあなんか考えるんでしょうね。そうしないとこのままやってたら、屋上には駐車場あったと思うんですけどね。屋上の駐車場何回か行ったことあるな。あれ何しに行ったんかな。私車持ってないけど誰かに送ってもうたのかな。なんかやっぱりそうですね、スーパー自体が撤退したって感じですねこれ、でもなんかあの棚とか新しいですね。今からそれか改装するのかな、綺麗に。いやでもあれレジでなんか動いてますね。一応営業はしてるんですね。お金払ってる人おるんで、もう一回やり直すんかなこれ。それかもう撤退するのか。生産してますねこれ。ただ売ってるものほとんどないですけどね、ガラガラで。
一部ちょっと物を売ってるけど、最後もう片付けようかな、投げ売りすんのかな。いやでもこれラックスのボディーソープとか40元とか、別に安くはないっすね。状態なんでしょう。でも木で汚くはないですよね。これからまだやり直すんかな。やる気あんのかないのか。やる気はないんでしょうけど、なんですかね。食品とか全く置いてない。今からこれ棚を置いてやるんかな。アリババのスーパーみたいなこのデリバリーのカゴが上搬送するようにやってます。この棚とか見る限りでもなんか新しいのかな。いやでもホコリかぶってるな。ちょっとわかんないですけど、ちょっと早めに出よう。あれ防犯カメラで上から見られてたらなんか怒られそうな気がするんで。どういう状態なんですかね、これ。全然わかんないです。ここに買いに来てる人のなんか理由もわかんないです。ここに物を買いに来てもなんか全然ないし、まあ買い物カードとかお金残ってて使い切るしかないっていうんだったらここで買うしかないですよね。チャージしてて、なんかまあいろんな人いろんなこと言うんですけど、どういう状態なのか本当わかんないです。もう一個上あるか。もうここ駐車場か。そうですね、ここ駐車場ですね。一応なんかでも車結構止まってますね。なんなんでしょうねこれ。ちょっと早めに出ます。なんか怒られそうなんで。このお茶屋さんとかずっと昔からなんかあるような気がしますね。なんかこの空気感がどんよりしてて活気が全くないですね。ここメガネ屋さんとかここで商売やってて客来んのかな。なんかすごいどんよりした感じですね、これ。なんなんでしょうね。
なんか昔のでも中国のショッピングモールってこんな感じでしたけどね、なんかドヨーンとした。今こんなとこ珍しいんですよ。どうなんですかね、これでも。このゴミとか、ひどいです。でも、スタバもここでや、まあ、ここまだこっちから入るからマシか。でも嫌でしょうね、ここで商売するの。写真撮ります。ここのタクシー乗り場、タクシーに近寄らんでしょうねこれ。お客さん来ないから。ということで、カルフールでした。やっぱ噂通りなんかだいぶ廃れてますね。というかもうこっから建て直すことは不可能なような気がします。ということで、この後ちょっとグベの方は私歩いていくので、そこまで行って、この動画は終わります。また続きで見ていただけたらと思います。久々やな、でもグベ来るのも。なんか売ってるな、ナッツ類とか。ということで、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。